浅漬けはたびたび食中毒が報告されている食品です。私の研究は浅漬けに乳酸菌を摂取することで発酵させ、雑菌の増殖を防ぐことを目的としています。浅漬けに摂取する乳酸菌は市販の漬物からスクリーニングし、16S リボソーマ RNA 遺伝子を解析することで菌床を同定しました。私が同定した乳酸菌はロイコノストックシトリウムという菌株でした。この菌株を浅漬けに摂取することで大腸菌の増殖を抑制することができました。今後、この菌株を凍結乾燥させることで粉末状にし、家庭でも利用できる形にして商品化できればいいなと思っています。 iPS やコエンザイム Q10 の研究をしている方々の中で浅漬けをテーマにした私の研究が選ばれたことに驚いています。私は小さい頃から漬物が大好きで、今回の評価は私の漬物好きが自他ともに認められた結果になったと思っています。好きなものを一つ見つけて、それを追求することが評価につながると思います。応用生物学部ではiPS から漬物まで幅広いことを学べるので、まだ夢中になれるものが見つからない人も、本学なら何か見つかると思います。